お願いします。うわ、緊張すんな、なんか変な感じ。ああ、はい、お願いします。よろしくお願いします。ああ 緊張するね。緊張するね。ナマレック。緊張します。頑張ります。誰もいない満員電車に揺られてる。また眠ったふりをした。いつも十二分にとってる。学校も家庭も先生も友達で誰も近づきすぎないように。一人だけじゃ生きられないって言うけど、そりゃ支え合ってゆくのはきっと素晴らしいでしょうけど、健康で文化的な最低限度の生活さえあれば私はもう十分です。ああ上がって下がってめんどくせえ、無情を歌って歌ったくせえ、愛なんて愛なんていつかは計算しなきゃいけないの。バイトは週一の学生、支払い毎月定額制の人生がお得でしょう。何もいらないから話しかけないで、ノイズキャンセリングオンにして、目を合わせないように。今はいらないからそこに置いといてよ。お腹が空けば後で食べるから。逃げ切ったその愛を、溜め切ったその愛を、600ワットで3分間温め直すの。とはいえ嫌われる覚悟だってできてやしないから、名前を出せまくって当たり障りのないことばかり並べてしまいます。まあいいだって普通の人なんで、普通に生きる仲間なんで、愛なんて愛なんてドラマか音楽でしか聞かないや。眠りにつかないのはなんで、寂しいなんてまるで病んでしまったみたいじゃないらしくないな。感傷を防ぐ距離感で、乾燥した口に浮かんでいい。